こんにちは、と申します。今回の動画は通常バルベルデのタレントデザイン解説やっていこうと思います。1個前の動画で今週登場したダービーバルベルデのタレントデザインも解説してるんですけど、今回は通常選手ということで、当たらなかった方はぜひ参考にしていてください。基本的に似たような振り方をしていて、パス8、ドリブル7、瞬発4、スピード8、ディフェンス11、チームスタイルに3振って、ショートカウント90乗せるようにしています。今週登場したバルベルデと一緒で、ディフェンス系の能力をメインで上げています。まあ、通常でも、ドリブル、パス、スピッシュンが80超えているんで、非常に使いやすい選手になってます。通常でも十分活躍できる選手なので、ぜひ参考に育成してみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。